次に赤嶺政賢君委員長赤嶺政賢君。日本共産党の赤嶺政賢です、えー、今日はあ名護市辺野古の、えー、米軍新基地建設について、えー、質問をおいたします、えー、去年のお通常国会で、えー、建設予定地に北側の大浦湾を中心に マヨ,ネーズ上マヨネーズ並みの軟弱地盤が、えー、広範囲に広がっていることが明らかになり、大問題になりました。政府もその事実を認め、現在、沖縄県に設計概要の変更を申請するための検討を進めています。資料をお配りしてありますが、 この問題に関わって海面から深さ90メートルまで軟弱地盤が続く B27 という調査ポイントで政府がこれまで行っていないとしてきた地盤の強度を調べる力学試験を行っていたことが分かりました政府が昨年3月 国会に提出した一連の調査報告書の間末資料の中に、英文のデータが含まれておりました。これによると、作業船の能力から、地盤改良工事ができない70メートルより深い、70メートルより深い部分の強度は、西府の説明を大きく下回る 三分の一程度しかありません。私どもの新聞赤旗日曜版をはじめ各紙が報じております。防衛大臣に伺いますが、防衛省として B 二十七の力学試験が行われていたことを知ったのはいつですか。防衛大臣河野太郎君。 キャンプシュワブの地盤につきましては、ボーリング調査の実施地点において、その際に採取した土の資料を用いて、土の強度を確認するための力学試験を行うとともに、コーン慣入試験の実施地点において、その際に採取した土の資料を用いて、土の種類を確認するための物理試験などを行うことによって、土の強度や土の種類の調査、分析を行ってきたところであります。 お尋ねの B27 につきましては、今加入試験を行った地点であり、採取した土の資料について、土の種類を確認するための物理試験を実施しておりますが、土の強度を測るための力学試験は行っておりません。一般的に土の強度を測る力学試験を実施するためには、採取する前の状態をできる限り保つことができる、 専用の機材で土の資料を採取し、さらにその分析にあたっては、専用の機械を備えた施設内で行う必要がありますが、B27 地点では物理試験を実施することとしていたため、土の強度を測る力学試験,力学試験に用いることのできる資料は、そもそも採取しておりません。 このため、委員が力学試験と言われている B27 地点の試験結果については、力学試験を行うためではなく、物理試験を行うために採取前の状態を保つことのできない方法で採取された土の資料を用いて実施されており、かつ受注者が戦場において簡易な方法で行ったものでございます。このような簡易な方法で行われる試験は、 国土交通省公安局が監修する公安の施設の技術上の基準、どう解説においても土の強度を測るための力学試験として認められている試験ではありません。その上で申し上げればご指摘の試験の結果については受注者が自主的に行ったものであり、2018年12月に沖縄防衛局に対し、土質調査の報告書の端末資料として提出され、 昨年3月に国会に提出させていただいているところでございます赤嶺政権今、長々と答弁いただきましたけどね、えー、つまり B27 の力学試験のデータが、えー、去年の3月、政府が国会に提出した資料の中に掲載されているわけですよね。それは防衛大臣もお認めになりました。 陸学試験のデータが載ってるわけですそれについての評価をいろ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 言いましたけれども、そのデータが載っていることはお認めになりますね防衛大臣、河野太郎君あの先ほど答弁をしたようにです、ね、お尋ねの B27 については、今加入試験を行った地点であり、 採取した土の資料について、土の種類を確認するための物理試験を実施しておりますが、土の強度を測るための力学試験は行っておりません。一般的に土の強度を測る力学試験を実施するためには、採取する前の状態をできる限り保つことができる専用の機材で土の資料を採取し、 さらにその分析にあたっては、専用の機械を備えた施設内で行う必要がありますが、B27 地点では、物理試験を実施することとしていたため、土の強度を測る力学試験に用いることのできる資料は、そもそも採集しておりません。委員が力学試験と言われている B27 地点の試験結果については、力学試験ではなく、物理試験を行うために、 採取前の状態を保つことのできない方法で採取された土の資料を用いて実施されており、かつ受注者が戦場において簡易な方法で行って得られたものでございます。委員長赤嶺政賢君あの。長々と答弁すれば、えー、紛らわしくなって、えー、分かりにくくなっていくと思って、えー、大変長い答弁してると思いますがね。つまり B27 の土は採取して、そして、えー、皆さんが国会に提出した、去年の3月提出した、去年の、えー、提出した、しかし皆さんの手元には12月に来てるわけですよ、一昨年のね。で、の中は簡易試験であっても、そこに示されてる数字は、私たちの新聞赤旗が示しているように、これは力学試験のデータなんですよ。あなた方は、 それを力学試験と認めたくないとおっしゃってるわけですが、これ、力学試験のデータであることは間違いないわけです。簡易であってもですよ、なんでこんなデータが載ってるんですか。皆さんが発注した事業者がやったわけでしょ、いかがですか。防衛大臣、河野太郎君。分かりやすく説明しますと、力学試験をやるためには、 専用の機材を差し込んで、この土の状況をそっくりそのまま持ち上げて、それを施設へ持っていって、XYZ の三軸から圧力をかける、そういう専用の機材で測る、これが力学試験でございます。この B27 は、そうではなくて、コーンを加入する物理試験を行う地点でございますので、そもそも下から上がってくる土は、 下の状況がそのまま維持されているものではありません。そしてここで行ったのは、通るンという羽のついたものを手で、線上でねじ込んで、数値を測るという簡易的なものでございますから、力学試験とは全く違う数値でございます。これはは力学試験ではございません委員長赤嶺政権君。 簡易な方法で、えやったデータは、え力学試験のデータですよね。巻末に、英文で載っている資料の中に出ているデータ、生油が使っているデータよりも、三分の一も、軟弱の地盤の数字が出ています。これは、物理試験のデータじゃないですよね。いわゆる業者が、簡易な方法で、簡易な方法でやった、 力学試験の結果ですよね、そうじゃないですか、それを力学試験とは認められないというね、それは都合の悪いのは認めたくないはずですよ、都合の悪いのは認めたくない、だから今まで去年もですね、これは岩屋防衛大臣が B27 の力学試験はやってませんとお、いわば700メートルも離れたですね、えー、遠いところのおポイント、 え最大で700メートル、そこのですね3カ所の地層と B27 の地層が似てるから、これは土質が硬いと、こういうことを言ってたわけですよね、ところが皆さんが出したデータの中に、端末に、業者は力学試験の結果として、いわばあの力学試験の結果として、ちゃんとデータが出てるじゃないですか、これを,これを力学試験のデータと、 認めないと、そうおっしゃりたいわけですよね防衛大臣、河野太郎君これは力学試験ではございません。コーンを勧入するときに、コーンが小石やらないやらに当たって、異常値が発生したりということがありますので、その土を取り出したものが、異常値がないかどうかを簡易的に調べているわけでございまして。 本来のきちんと採取されたものを、XYZ の3軸から圧力をかけるというのが力学試験であり、また、X 軸に大きな圧力をかけるのが力学試験でありますが、ここで言っているものは、下から上がってきた、つまり下の状況が維持されていない土に、羽を手でねじ込んで、その連続性を確認しているというものですから、全く力学試験ではございません。これは全然別なもので 物理試験の資料がきちんとしたものになっているか、コーンが小石やら何やらに当たって変な数値が出ていないか、そういうものを確認するためのもので、力学試験とは全く違うものでございますコーン管理試験で採取した土は、小石が混ざっていたんですか、バラバラだったんですか、そして業者は一番端末に載っているデータは、これは力学試験ではありません。 これは物理試験のデータですと、このように言ってるんですかちゃんと力学試験のデータだと書いてあるでしょう。なぜそれを認めないんですかそれを認めたら、軟弱地盤をこうちゃんと調査してなかったことが明らかになるから、あ認めないんじゃないですかなんかね、専門的なことをい,ろいろいろいろ言ってますがね、結局、載ってるのは、載ってるのは力学試験のデータなんですよ。それは認めますでしょう。 防衛大臣、河野太郎君あのよく聞いていただきたいと思うんですが、そのコーンが小石にぶつかったりしていないか、それによって異常値が出ていないかというのを調べるわけでございます。また、力学試験というのは、下の状況のものをそっくりそのまま持ち上げてこなければ、これは下の状況の調査ができないわけで。 ここで言っている物理試験に付随した土を採取して持ち上げたものというのは、下の状況とは全く違う状況になっておりますから、これは力学試験でも何でもも何ございません赤嶺政賢君じゃあ、あのデータは何ですか、あのデータは、皆さんが委託した業者が出したあのデータですよね、あのデータは何のためにあそこに載ってるんですか。防衛大臣 河野太郎君あの我々が委託したのは、物理試験でございまして、受注者がその物理試験の結果とともに、そのときにおそらく取ってきたデータに間違いがないんだよということを、戦場で簡易試験をやりましたよということをつけてるだけで。 あの本来は必要ないものだと思いますが、それが巻末に資料としてついておりましたので、それをそのまま国会にお出しをしたものでございます。委員長。赤嶺誠二。必要のないものだけれども、国会の出す資料の中には入れておりましたと。なんで必要のないものを業者がやったんですかね。防衛大臣河野太郎君。<laughs> あの業者としては。<laughs> 試験の結果がちゃんとしたものですよというものを確認するために自らそういう簡易的な試験をやって、データを取ったわけですから、それをそのまま、干末におそらくつけてきたんだろうと思います。われわれとしては、それが干末についておりましたので、それをそのまま国会に提出させていただいた、それだけのことでございます委員長赤峰政権君無責任な話ですよ。簡易的なやり方であれ 力学知験をやったデータが載っている。このデータは、政府が示すデータよりも極めて軟弱な、三分の一も軟弱な、えー、そういう地盤である。これがですね、明らかになったら、これ一万ページもある資料の中の一番最後ですからね。最後ですから。で、なかなか見つけられないというのもあったと思いますよ。しかしね、それを業者は、じゃあ業者が、 そういうことを無責任に乗せたんですか、業者の責任どうなるんですか、こういうのは。防衛大臣河野太たびたび申し上げておりますように、これは力学試験ではございません。まずそれははっきりご理解をいただきたいと思いますあの。業者は、業者が受託した物理試験をきちんとやったよということを自ら確認するために、こういう簡易的な試験をやったんだろうと思いますが、 その結果をちゃんとやってますよということで、つけてきたんだろうというふうに思っております。あのこれは力学試験でも何でもございませんし、そもそも力学試験とは全く違う試験でございますし、あの羽を手でねじ込むというような簡易的な方法でございますから、それは全く違うということを、まずご理解をいただかないと、あのこの議論になりません赤で理解できないですね。海外では 大臣がさっきから一生懸命否定しているような簡易的なやり方での力学試験も、公式なデータとして使っているところもあるんですよ。これはね、今後、議論していきますよ。じゃあ、今回、私たちの赤旗や、あるいは他の東京新聞や、毎日新聞や、沖縄の新聞などが出している、そのデータは力学試験じゃないから、今後、今、設計変更の作業をやっていると思うんですが、 設計変更の作業には反映しないというような理解ですか防衛大臣、河野太郎君あの今おっしゃった赤旗のデータというのは、この赤旗に委員が資料としてお配りされた赤旗のデータだと思いますが、これは先ほどから何回も申し上げているように、そもそも力学試験でも何でもございませんので、これは設計には反映されません。 軟弱地盤でないことをですね、えー、軟弱地盤であることを認めたくないために、えー、しきりに、えー、防衛大臣、えー、強引な答弁を続けておりますが、えー、今後、これはまた今国会でもお議論にあのしていきたいと思います。でだから、あの設計変更申請には反映しないということですね、するかしないか。 その点あの、述べてください防衛大臣、河野太郎君。繰り返しになりますがあの、これは力学試験でも何でもございませんので、設,ね、設計に強するものではございません,ん赤嶺政賢君。じゃあ引き続き、そこは議論していきたいと思います。あの去年の通常国会で 大問題になった B26 の軟弱地盤の問題です、これ、引き続きです、ね、追及していきますが、去年の通常国会は、さらに大きな問題になったことがありました、それはあの普天間基地の移設先と言われている辺野古について、工期や工事の期間や、 あ費用がどうなるのかというこれも大きな議論になりました政府は昨年12月新たな見積もりを明らかにしました工期を当初の5年から2倍近い9年3ヶ月米軍への提供手続きなどを含めた全体では12年に延長いたしました費用もこれまでの 三千五百億円から二点七倍の九千三百億円に引き上げました。ほぼ一兆円かかるということになっています。日米両政府が普天間基地の返還に合意したのは、一九九十六年の橋本モンデール会談です。来年四月には二十五年目になります。この四半世紀に。 渡るわけですが、その上、さらにあと12年かかるということを去年発表したわけですね、このどこが一日も早い返還につながっていくんですか、総理辺野古はあ、辺野古にこだわっていたら、普天間の返還は実現できない、もうこれはっきりしてきたんじゃないですか、総理、いかがですか。 内閣総理大臣安倍晋三君。まず、この、まあ、これは、あの、多くの方々と共有できるのではないかという認識なんですが。まあ、住宅や学校に囲まれて、まあ、世界で最も危険と言われている、この普天間飛行場のですね。一日も早い全面返還は、えー、これは、共有できる認識だと思いますが、政権の最優先課題でもあります。まあ、普天間飛行場がですね、現在、えー、まあ、あの、今まで有してきたです、ね、今まで有してきて、三つの機能のうち。 2つを県外に、残り1つを辺野古に移設をするわけでございます。これは繰り返しご説明をしてまいりましたが、安倍政権においては空中給油機15機すべて、いわに飛行場への移住を実現をいたしました、これ長い間、実現できなかったことでありますが、また緊急時における航空機の受け入れ機能を九州の自衛隊基地へ移すことについても、日米間で合意することができました。残る辺野古移設については 日米同盟の抑止力の維持と普天間飛行場の危険性の除去を考え合わせた唯一の解決策であり、平成25年に県知事から埋め立て承認をいただき、工事を進めてきたところであります。この辺野古移設を進めていくため、昨年12月、沖縄防衛局より工事等の検討結果をお示しをしました。引き続き続 工期等のです、ね、検討結果をお示ししました、まあ、工事を着実に進めることが、一日も早い普天間飛行場の全面返還につながっていくと、このように考えているところでございましえ今後ともです、ね、地元の皆様のご理解を得る努力を積み重ねながら、全力で取り組んでいきたいと、このように考えております委員長赤嶺政権あの一日も早い解決が辺野古といいますが、あと12年かかるんですよ。 あと12年、普天間の危険を放置しておくんですか、しかも、あと12年っていうのは、玉城デニー知事が設計変更承認申請を認めたときから12年ですよ。玉城知事は辺野古の新基地建設に反対しています。ですから、設計変更申請についても、極めて厳しいですね、やっぱり審査をやるでしょう。 そして、えー、認めないということが出た場合はですね、国はあ、沖縄県を相手取って裁判になっていくでしょう。裁判になって、その結論が出てから12年ですよ。それがなんでですね、普天間の危険を解決する唯一の道、一日も早い解決、これがなんで12年以上もかかるんですかそういうことを言ってたら、普天間の問題は絶対に解決しない。 そういういいことにななるんじゃないですか防衛あ、内閣総理大臣、安倍晋三君あの、まあ、そもそもですね、えー、まあ今までの経緯でございますが、これはまあ平成8年にです、ね、えー、まあ当時の鳩山総理とモンデール大使がです、ね、合意をした、<laughs> 橋本首相とです、ね、モンデール大使が合意をしたところでございますが、そしてそのときにです、ね、これは県内の移設ということとですね、 えまた同時にですねえ現在果たしている非常に重要な機能と能力を維持しなければならないということで、ご意をしたのでございます。その後ですね えー、県知事、あるいは名護市長の同意の下、まあ、これは小渕内閣でありましたが、移設先を辺野古とした、そして平成14年に小渕内閣のときにです、ね、これもやはり、えー、県知、えー、沖縄県地元自治体で構成する協議会において、辺野古での建設は埋め立て方式で行うことを決定をし、そしてさらには平成18年にです、ね、これ、小渕内閣のときなんですが、V 字型とすることで、えー、沖縄県、名護市と合意をして進めてきたところでございます。しかしか まあその間、5年間にわたって、影響、環境影響評価を行いましたが、県知事からは1500件以上に及ぶ意見をいただき、これをすべて反映をしているわけでございます。こうした努力は重ねてきたところでございますが、ご承知のように、民主党政権において、施設先をゼロベースで再検討をしたということでございますが、しかし、結局ですね、 他の場所に場所を示すことができず、再び辺野古を視察先として決定をし、各決定もしているわけでございます。混乱はありましたが、安倍政権になり、平成25年に県知事から埋め立て承認をいただき、自然環境や住民の生活環境にも最大限配慮し、工事を進めてきたところでありました。 今後ともです、ねえー、地元の皆様のご理解をいただく努力を進めながら進めていきたいと、このように考えております政権君軟弱地盤が見つかって、工期が12年延びたのは、民主党政権の責任でそんな違いますでしょう。我々はもともと向こうは軟弱な地盤だと、しかもサンも多いと、えー、そういう中でですね、 工事をやったら、辺野古の基地の完成はいつになるかわからないと、これ、安倍内閣になってから始めたんですよ、軟弱地盤の工事は。安倍内閣になってからあと12年、しかも民意に耳を傾けないので、反対の声が強くなって、で、今ではもう普天間の危険性の解決のために、辺野古の基地をつけることなどね、絶対に解決の道ではない。 普天間の危険はですね、えー、直ちに運用停止、閉鎖撤去すべきだと、こういうことを見に行ってるわけですよ。総理ね、小学校でですよ、ヘリが飛んできたら、シェルターの中に子どもたちが隠れていく、こんなのが学校設備としてありえますか、保育園の頭上をヘリ、あの軍用ヘリがです、ね、飛んでいく、それをです、ね、飛ばないという約束を日米間で合意しているのに、 そんな合意なんか守れない。合意を守らせてくれと言って、日本政府に要求したですね、アメリカに伝えますというだけ。こういうことをですね、こういうことがある以上、新たな基地に沖縄県民が反対するのは当たり前じゃないですか。移設先をつけずに、普天間基地は直ちに閉鎖、撤去すべきだということをですね、しかも、いつもですね、何か普天間基地、 辺野古の問題で詰まったらあ、民主党政権出しますが、軟弱地盤に手をつけて、あと12年、大体いい安倍内閣になっても2022年までにはできると言っているじゃないですか、それはいまだ2030年ですよ、そんなの絶対に解決になりません、えー、直ちにです、ね、国債に違反して作った普天間基地は直ちに閉鎖、撤去すると、えー、こういうことをですね、 ぜひあの強く求めておきたいと思います。もう一つ問題があります。あの農水大臣に伺いますが、資料がお配りしてあります。農水大臣は1月31日沖縄県に対し地方自治法に基づく是正勧告を発出いたしました。 沖縄防衛局がオーロワン側の工事の前提となる、サンゴの移植に着手できるよう許可を出すことを求めたものであります。驚きました。なんで農水省が防衛省の後押しをしているんだと。しかし、今ですね、埋め立て承認を沖縄県が撤回して、それに関わって国と県との間で、 二つの裁判が進行中であります。係争中です。ましてや、設計変更はまだ沖縄県に申請もされておりません。工事継続の是非そのものが問われているときに、工事を前提とした産後の移植がですね、えー、なんでこの沖縄県に対して勧告を 出したりするんですか、その判断できるはずがないじゃないですか、裁判が係争中、設計変更申請は出してない、なのにサンゴは移せという、こんなの農水省が言うことですか、サンゴ守れというのが農水省の立場でしょう、いかがですか農林水産大臣、江藤拓君え産業移植の特別裁縫強化申請に対する審査判断はですね。 沖縄県によって行われるものでありますが、沖縄県知事は長期間、えー、標準処理期間を大きく超えてです、ねえー、判断を示していただけてないとで、訴訟の間は判断しない旨を表明されると、今、先生おっしゃったとおりでございます。そのような中にです、ね、沖縄防衛局長から農林水産省に対して、標準処理期間を大幅に経過しても、沖縄県から申請に対する判断が示されないことについて連絡がございました。このため農林水産省としては、事実関係を確認したところ、沖縄県からの合理的な説明はいただけませんでした。 申請内容に不合理になっても見当たらなかったということでありますので、沖縄県に対して許可をすべき旨の勧告を行ったところでございます委員長赤嶺政権君農水大臣ね、標準期間というのは、裁判に、えー、国を訴えてない場合に適用する話でしょう、工事の前提となる埋め立て承認撤回、これが裁判所で争われてる、裁判所で争われてるときに、 工事の前提になる産後の移植について判断することはできませんと、沖縄県がこのように主張する合理的じゃないですか。それなんで農水省が口走ばし入れるんですかおかしいじゃないですか。標準期間っていうのは、裁判という事態がなければいいですよ。今裁判で争っている最中ですよ。そういうときにですね、環境の問題もある。いろんな問題で、 今は判断できないと、極めて合理的だと思いますよ、その合理性を超えて、農水省があ防衛省から頼まれたからといって、この沖縄県に対してです、ね、圧力をかける、あまりにもひどいんじゃないですか、恥ずかしくないですか、農,水省農林水産大臣、江藤卓君。 圧力をかけたというようなことでは、まずないということを申し上げたいと思います。これにつきましてはです、ねあの、いろいろご意見はあろうかと思いますが、まず申請について、詳細に調査をいたしましたが、問題はないというふうに判断をいたしました。そして今、先生の方からです、ね、並走中であるから、標準処理期間は当てはまらないというご指摘がありましたけれども、4月と7月に2回の申請を行っておりますが、181日、174日、127日、45日を大幅に超えてもですね、 何ら回答いいいいただけないという状況にございますそしてまたその判断しない理由について、その裁判係争中であることをおっしゃいましたが、これはまあ理由にならないというふうに判断いたしております。そして3号の付属先につきましても、有識者の方々、そういった方々のご意見をしっかりと調査をさせていただきましたが、付属先についても問題がないということでありますので、勧告をさせていただいたし大変、結局ですね、農水省なのか防衛省なのか、 わからなないような主張でありますあの沖縄県民がね、新たな基地を作ることに反対して、そしていろんな法的な合理的な理由をです、ね、きちんと示して、埋め立てを強行している、大体ね、埋め立て工事が始まったのは、農水省が漁業法を歪んだ解釈をして、そしてそれから始まっているわけですよ。 で今、今ですね、えー、環境にも問題ないと言いましたが、防衛省に置かれてる環境審査委員会が、環境に問題ないと言ったから、農水省はあこれに寄り添ってですね、えー、環境に問題ないと、このように言ってるようでありますが、あれは防衛省に置かれた組織でしょう、なんで防衛省に置かれた組織を、多省庁の組織を農水省が調べもしないで、 防衛省が言ってるから間違いないだろうと、こんなね、不当な圧力には絶対に沖縄は負けないということを申し上げて、質問を終わりますこれにて赤嶺君の質疑は終了いたしました次に。